ツールぜひ見ていただきたいなと。ツールの名前はスイートマーケッター2、ビジネスやってる人にとってはいいリストですよね。どうもコンサルチャンネル横山直です。今回はですね、ツイッターの集客ということでお話をしたいんですが、そのツイッターの集客でめちゃめちゃ使えるツールを開発したのでですね、そのツールを使いながらですね、どんなツールかっていうのを見せながら、実際にですね、ツイッターの集客っていうのはこういうふうにやるとうまくいきますよっていうのをツールとともにですね、説明していきたいなと思います。実際このツール今本当出来上がったばかりでですね、まだ販売もしてません。ですから、まあ、販売いつになるかちょっと分かんないんですけど、このですねツールをですねぜひ見ていただきたいなというところもありましてですね、今回動画を撮らせていただいてますんで、ぜひ最後まで見てみてください。それでは、実際ですねツール、触りながらやってみたいと思います。でまずですね、まあ、起動しますということで、まあ、ツールの名前はツイートマーケッター2ということでですね、まあ、もともとツイートマーケッターというやつをですね、それから2007年か8年に作ったんですね。でそれの2ということです。実際にツイッターマーケッター2というものになります。実際にこれをログインをしていきます。ツイッターのですね API というやつを使って、ツイッターと連動しながら使えるツールとなっております。で実際に起動するとこんな感じの画面です。で何ができるかというところなんですが、まず一つ目はですね、そんなにあれかもしれませんが、例えば僕は今クアラルンプールにいるんですが、クアラルンプールにはツインタワーというですね有名なタワーがあります。ツインタワーの近くでつぶやいた人でですね、例えば観光に来てますとっていうのにつぶやいた人ですね。でこの人はツインタワーから半径、20キロで、もうちょっと強いのとか半径例えば10キロ観光とつぶやいた人を見つけてくるということをやります。でそうするとですね、こんな感じでツインタワーの近くで観光した、例えばマレーシアで1年目は観光したり旅行に行ったりみたいな、明らかにマレーシアって言葉は関係なく、書いてないんですけど、こんなマレーシア中心セントラル駅ではマスク姿はいませんよみたいなって話ですね。ということはこの人はツインタワーというそのマレーシア の、そのところのですね、ある言ったら東京タワーみたいなものだと思っていただければと思うんですけど、そのタワーの中で検索したつぶやいた人なんですね。タワーの近くで、すいません、タワーの半径10キロでつぶやいた人、観光という言葉を含めてつぶやいた方っていうのがこういうふうに集めることができるわけですね。でこの人たちっていうのは今マレーシアにいる可能性がありますんで、この人たちにフォローするなりですね、何か連絡をしていくっていうのが一つの方法なわけです。でこれって何に使えるかっていうと、ビジネスで使おうと思ったら、例えば新宿駅の近くでですね腰痛で困ってる人を探すと、新宿駅半径10キロで腰痛ってつぶやいた人を探すとですね、腰痛デモみたいな、腰痛の謎の腰痛の件みたいな、こういうのがあるということは、例えば新宿駅の近くで整体院をやってる方だったら、これで整体院の自分のお客さんになりそうな人をこれで探すことができるわけですよね。でどんなつぶやきをしたか、あとはこの人がどういう人かですね、ユーザー名ですねとか用事名、あとは実際にこのどういうつぶやきをしたかみたいなやつもクリックすれば飛ぶことができるんで、こんな感じで分かってしまうということですね。というところで、地域ビジネスとか地域性のあるビジネスとか、この範囲で何かをやりたいみたいな人にとってはですね、めちゃめちゃ効果的な使い方ができるというようなツールです。実際僕自身はこれを使ってですね、2007年とか8年に地元の藤沢の近くのですねラーメン屋さんとか焼肉屋さんの集客してですね、すごく喜んでいただきました。焼肉屋さんもですね、オープンしたての時に1ヶ月で100人以上これで集客をしたりとかしてましたんで、藤沢駅の近くの人につぶやいた人ですねをフォローしていったりとかして、でそれで焼肉屋オープンしますんでみたいなことをやったりとか、ラーメン屋ですねの集客とかをやってましたっていうのがあります。それがツイート検索ということですね。一つの今まだ機能です。であとはタイムライン検索とプロフィール検索というやつがあるんですけど、ちょっとこれプロフィール検索、例えば何がいいですかね。例えば経営者探したいと、経営者を探したくて、経営者をじゃあ500人ピックアップしますと、で経営者を500人じゃあ探しますということで、プロフィールの中に経営者と書いてる人ですね、経営者と書いてる人をですね探してきてくださいということで、今経営者を探しに行ってます。でそうするとこのプロフィールの中、紹介文の中にですね、経営者とかですね、経営者の名言も入ってますけど、経営者の人たちですねがこれだけ集まったわけです。すごく、ビジネスやってる人にとってはいいリストですよね。でこの人たちに対してじゃあどういう人がいるかっていうところでですね、フォロワーが多い人がいるかと、落合陽一さんですね、経営者って書いてますかね、経営者、准教授で経営者ということですね、経営者と書いてます。であとは、こういった経営者ブロガーとかですね、そういったいろんな人が見つかるわけです。でフォロワーが多い人で、経営者の中でもフォロワーが多い人とか
で、あとは経営者で、まあ、フォローしてフォロワーを増やしている人なのか、フォローを特にしなくてフォローを増やしている人なのかっていうのを調べることができます。で、例えばこういう人たちにですね、あのフォローしたいなと思ったら、この人たちを、まあ、このフォロー待ちに追加、もしくは選択業フォローという形でフォローしに行くこともできます。で、あとは、まあ、リストですね。たくさんリスト登録している人っていうのは、まあ、いい人の可能性が高く、落合陽一さんとか渡美の社長とかですね、まあ、リストに登録されているわけですね。とか、あとはツイートの数、どれぐらいツイートしてきてるかみたいなやつも、これでツイートの累計数ですね、たくさん累計してる、ツイートしてるか、あとはツイートの1日の平均数、この人とかすげえ、1日32回平均でやってたりとかですね、落合陽一さんだと3回ぐらい平均でやってるとか、こういうのもデータとして出せます。あとはいいねをたくさんしてる人かどうか、こっちからアクティブにいいねをしに行ってる人かどうか、落合陽一さん結構いいねしに行ってるんですね。15ツイートに対して平均15回してる、渡辺社長は全然しに行ってないってことですね。まあまあ、いいねすると、あれにいいねしてたとかって言われちゃいますからね。そういったところが見えるわけです。この人がいいねする人なのかどうかっていうのを調べることができます。で、そうするとどういうことができるかというと、この人すごいですね。クハヤンさん。1日平均428回いいねする人がいるんですよね。で、こういう人っていうのは、例えばフォローしてもらえば、まあ、いいねしてもらえる確率がすごく高くなるわけなので、そうするとですね、フォローしてもらうと、すごく、まあ、ツイートに対して、まあ、ツイートがですね、エンゲージが上がるというところなんですけど、まあ、いいねがつきやすい、ついてくれ、つけてくれやすい人だっていうことですね。で、こういう人たちと、じゃあ、つながりたいなと思ったら、こういう人たちを選択して、フォロー待ちに追加ということができます。そうすると、フォロー待ちをしてですね、まあ、順番にフォローをしていくというところで、まあ、自分のつながりたい人ですね、しっかりとフォローしていくことができるということで、これは、ツイッターの規約上ですね、無差別にフォローしていくのは、ツールを使って無差別にフォローするのはダメですよということなんですけど、これ選択してフォローしていくことに関しては問題ないというところがありますんで、まあ、そういったツールになっています。ですから、いいねを最近、まあ、たくさんしている人をフォローすることもできますし、あとは、こちらですね、最新のツイート、最近ツイートした人をいいねするってことですね。とつながりたい。ですね。例えばもう、時間まで出ます。撮影してるのが18時47分とかなんで、44分とか3分前ぐらいですね。もうこういうリアルタイムでつぶやいた人とかっていうのがこれでわかりますんで、この人たちっていうのはかなりアクティブですよね。特に今アクティブな可能性も高いので、まあ、そういった人たちにつながっていくっていうことも可能です。ですからそういったところですね、相当いろんなデータをもとにですね、ツイッターを活用することができるっていうのが一つ、まあ、プロフィール検索というやつですね。で、例えばこの中で、そうですね、フォロワーを順番に並べますと、例えば落合陽一さんですね。で、落合陽一さんが、これですね、タイムラインの取得ってやつがあるんです。で、これをやるとですね、落合陽一さんが今までで、まあ、ここ最近の、まあ、1000件のつぶやきでですね、どのつぶやきが反応が高かったかっていうのを調べることができる、まあ、そんな機能があります。で、これはですね、落合陽一さんの今タイムラインを検索するということをやるんですけど、落合陽一さんのここ最近の1000件のツイートがですね、どういう状況かっていうのを調べることができる。これのですね、リツイート数が多いものであったりとか、まあ、例えばいいねが多いですね、いいねが多いものとかっていうのは調べることができます。まあ、なんかのリンクですかね、415ついてるとか、まあ、こういうやつが落合さんの中でいいねが多かった、リツイートが多かった、もう短いやつ多いですね、まあ、画像とかを貼ってるのかもしれないですね、とかっていうのが分かるわけです。で、これが分かることによって、じゃあどういうツイートをしたらいいかとかっていうのも分かってくるわけですね。で、これは発言の時間とかも見ることができます。で、どういう時間帯につぶやいたら反応が高いかとかっていうのもこれで見るわけです。プロフィールからそのこの人がどういうつぶやきしたかとか、渡辺美樹さんとか、まあ、ちょっとやめてみましょう。例えばタイムラインの検索で、僕のアカウント入れましょうかね。僕のアカウントちょっと待ってくださいね。ツイッターで自分のアカウントに行ったりですね。自分のアカウントに行ってこの ID を取ってきます。で、この ID で検索をするということですね。じゃあこの1000件検索したらどうなるかですね。僕のツイートですね。まあ当然、まあ自分のツイートなんで、まあ分析しようと思えばできるかもしれないんですけど、まあツールを使ってですね、簡単に分析することができます。自分自身のツイートの1000件持ってきてですね、どういうツイートがいいねが入ってるかっていうのをこうやって調べることができるわけですね。こんな形です。で、ここで言うと、例えば2番目、まあ1番目は固定ツイートなので、まあ多いのは当然だと。
で2番目になるとですね、これは実は鴨頭さんにリツイートされたんですよね。鴨頭さんのことを書いたらリツイートされました。でいいねがすごく多いとかっていうのが分かります。であとはですね、まあ、これもなんでこれは多かったんですかね、多い、いいねが多い。だからこういう書き方をするといいねが多いんじゃないか、同じ人のアカウントの中でもいいねが多いものと少ないものって反応があるわけですね。例えばこういう箇条書き系は反応がいいんじゃないかみたいなことも、まあ、これを見れば分かるわけですね。どういう形とかどういう起承転結みたいな、まあ、型順番で書くと反応が高いかとかですね、それも分かりますし、あとはどういう人にメンションを送ったら伸びてるかとか、あとは先ほど言ったように発言時間ですね、どの時間に発言しているものが伸びてるかみたいなやつを調べることができます。これ自身はこれは今僕のアカウントのやつを見てるんですけど、これをですね、まあ、ライバルのもの、先ほど落合さんのやつを見ましたけど、それも全部分析することができるんですね。まあ、それでかなりどういうツイートが伸びやすいかとか、どういうツイートがいいねになりやすいかっていうのは分かるわけなんですけど、実際これ僕いろんなアカウントをですね調べたところ、同じようなツイートを何度、まあ、2ヶ月とか3ヶ月に1回ツイートしてる人がいるんですけど、その人の同じツイートっていつもそのいいねがたくさんついてるツイートっていつもいいねたくさんつくんですね。だから2ヶ月後3ヶ月後に同じツイートしても反応が出るってことは、そのツイートの形であったりとか、そのツイートの切り口っていうのはすごく反応が取れる切り口だっていうのが分かるわけですよね。ですからそういったところで、まあ、ライバルを調べながらですね、どういうツイートをしていくと反応が取れるかっていうのが分かるようになります。あとはですね、まあ、これ実はここからですね、このツイートに対してリツイートとかいいねした人の一覧が取れるんですね。これはなかなかやばい機能なんですけど、これですね、まあ、自分自身でもリツイートしてたりするんで、まあ、ここに僕の出てきますが、まあ、リツイートとかいいねしてる人ですね。でこれが分かるわけです。ということは、まあ、僕のアカウントに近い人とか僕のアカウントみたいな、まあ、コンサルとか経営者の方だったら、この人たちにまあフォローすると鴨頭さんにもいいねされてますね、あリツイートしてもらってるんですねとかっていうのが分かりますっていうところで、じゃあこの人たちにフォローされたりとかですね、あとはこの人たちの中でもすごくいいねをしてくれる人っていうのも分かります。この人たちっていうのは、この人は僕のところにも当然いいねしてくれてるし、この人リツイートしてくれてる人もすごくいいねしてくれる人がリツイートしてくれたりとか、例えばこういう人たちとつながっていくと自分のところにもすごくいいねとかリツイートしてくれる可能性も高いっていうのも分かるわけですね。というところですごくですね、アクティブなですね、反応してくれるような人たちを、しかも僕のところにいいねをしてくれたりとかリツイートしてくれてるような、インターネットのマーケティングとかビジネスに興味があるような、まあ、そういった人たちっていうのをこれで探すことができるということです。なのでですね、まあ、このツールちょっといつリリースするかっていうのもちょっとまだ決まってないんですが、とりあえず形としてはかなりできてきたので、これをさらにまあブラッシュアップしてですね、マーケティングとかビジネスに使えるような形で提供していきたいなと思っております。僕自身もいろいろツール作ったりとかですね、マーケティングを考えながら、実際ビジネスに使えるものじゃないと意味がないと思ってるんで、これを例えば整体院とかですね、あとは歯医者さんとかですね、そういった地域のビジネスをやってる人にも提供していきたいなと思いますし、あとはインターネットでですね、まあ、こうツイッターで集客したいとか、ツイッターをもっとフォロワー増やしたいとかっていう人は、まあ、この凄さっていうのは分かっていただくんじゃないかなと思うんですけど、ぜひもし興味があったらですね、この概要欄に僕のツイッターの URL 貼っておきますんで、まあ、ツイッターのツールなんで募集するときはツイッターのツールから、ツイッターからですね、募集すると思いますんで、ぜひまあフォローしておいていただければなと思います。あとですね、まあ、こういうツール実際に僕はまあコンサル先とかですね、クライアントさんに提供させていただいたりとか、もう売ってないツールとかもあるんですけど、まあ、そういう本当にマーケティングで使えるものですね、実際に結果が出るものっていうのを提供させていただいてます。でそのコミュニティもやらせていただいてまして、まあ、そのコミュニティ、まあ、200名以上が参加してくれてるんですけど、本当にすごいですね、まあ、いろんなマーケティングのプロフェッショナルが参加してくれてる、まあ、そんなコミュニティをやってます。ぜひそのコミュニティですね、興味ありましたらですね、下の概要欄からこちらも見ることができますんで、ぜひですね、どういうコミュニティやってるかっていうのも見ていただければなと思います。あとですね、インターネットで僕自身はこんなツールを売ったりとかですね、いろいろやりながら100億円以上の売り上げを上げてきてるわけなんですが、そのインターネットでですね、ビジネスをどういうふうにインターネットで活用していけばいいかっていう、本当に具体的なですね、結果が出る効果的な方法をお話をさせていただいています。でそれはですね、LINE 登録していただくと電子書籍とですね、あとは3つの動画っていう特別のですね、限定公開の動画プレゼントさせていただいてますんで、ぜひ LINE 登録をしておいていただければなと思います。ツールとか興味あったらですね、Twitter のフォローをしてくださいということ、あとはコミュニティに興味あればですね、そのコミュニティのやつを見てくださいということですね。あとはですね、LINE ですね、LINE の登録しておいていただければなと思います。
ということで以上になるんですけど、まあ、最後にですねコメントとかいいねもらえるとすごく嬉しいです。コメント今日のツール見てですねこれやばいですねとか使いたいですみたいなやつもすごく嬉しいですし、こういう機能つけれませんかみたいなやつもすごく嬉しいので、ぜひコメントもいただければなと思います。それでは今回はですねツイッターの集客の仕方というところと、まあ、ツールやばいツール作ったよということでお話をさせていただきました。また、次回の動画でもお会いできればなと思います。ありがとうございました。ぜひですね、この内容いいなと思ったらですねコメント書いていただいたりとかいいねの評価をしていただければなと思います。さらなる情報に関しては、LINE であったりとかそういったところでも、提供させていただいてますので、ぜひですね LINE 登録していただければなと思っております。